おはようございます。おはようございます。え本日、えー、11月11日、ポッキーの日懐かしいね。今、<laughs> <laughs> 言いながら、あ <laughs> っと思いましたけど、<laughs> ポッキーの日、金曜日。確かに、うんえー。佐野明のラジオ、38回目。1回目だね。よろしくお願いします。お願いします。<laughs> いますはい。 えー、佐野あきらのラジオはですね、佐野さんとあきらさんが、えー、人生が少しでもハッピーになるようなウェルビーイングなラジオを、えー、ポッドキャストと YouTube に配信しております。はい、はい。で、えーっと、僕の方がですね、佐野あきらのあきらをやっております、えー。宮城県に住みながら地域おこしのお仕事をしたり、えー、焼き芋食べたりしてます。<laughs> 以上です。 すごい、秋ぶち込んできたね。アッキーの秋ぶち込んできたね。そういうことね。<laughs> <laughs> まあね。そうだよ。というのは <laughs>、あれで、えっと、僕の方が、えー、佐野明の佐野の方を担当してます。佐野健人と申します。今、神奈川県湘南に住みながら、えー、ギャップや日本に広めるギャップスタジオというのを運営をしています。で、えっと、まだちょっと一般公開はね、16日にしてるんですが。うん あのコミュニティがね、ついに承認されまして。お先週ね、えっと、このラジオで熱く語っていただきましたがそ。そう、承認されて、今ね、ちょっと細かいところをちょこちょこやりながら。あ,<ー>うん、あの、身内には声をかけて、アッキーとかね。うん。を、勧をね、ちょくちょくいただいている状況ですが、来週には。公開しようと思います。と来週ね。十六、うん、日です。はい。十六日からみんな入れるよ。 入れるよってこう申し込めますよって。うん、本当はね今からもう申し込めるようになってんだけど、うん、あのねこう申し込んだ後のこうフロートださ。はい、はい、<laughs> そうね<だ>申し込んだとって何も落とさたなかったら <laughs> <う>おいおいで。そうなんだよ。あれお金返しの態度になるもんね。<laughs> そう。あの見打はさその申し込んでもらった後どうなるかとかさちょっと俺も知りたくてさどんなメールが来るのかとかさ。はいはい、うん。ちょっとお試しでさあのー、やってもらってるんだけどさちょっとそこはい、はい、うん。 ステー十六にはまあ一通りね、あの固めてやろうかと思っております。いいですね。いよいよ、はい、で、なので秋にはちょっとねいろいろテストにちょっと付き合っていたので、はいはい。最初は、ねうん、申し訳ないけど、お<す>願いします。よろしくお願いします。お願いします。っていう感じやけど、今日は、ね、今日はテーマ全然考えてないよ今日。<laughs> 考えてないけど。そうだね。最近俺のテーマ多かったからなうん。あまあ,あなんかねあるかな？次の<あ>秋だしね。10, うん、10。僕は全然関係ないけど、11っていう数字が好きで、うん、お俺もです。おな、うん今日ね。いいよね。いいよねああ。<laughs> あのね理由はね違うと思うんだけどなんでなんで僕ね昔からただなんかいいからああいちでねでもなんかねあのマヤリキの詳しくないけどあの金ナンバーみたいなのがあってそれなんかそのあなたの番号みたいなやつああそうなのだへえだから多分ねゆかってんだと思うそっかそっかんかあるよねそういうあなたの番号色とかさ でお,あのお風呂とかさ靴箱とかロッカーとか11が空いてたら11に入れるあ,あマジかじゃあ俺ら2人行ったらかぶるね <laughs> <laughs> あ11好きは何かあるんですか <laughs> 俺はねすごいシンプルなんだけどあの俺三浦和が好きなのよ、うん、あのもうちっちゃい頃がね小学校から大好きでさだからです おまあ、本当 <laughs> は11か9だもんね、大体 <laughs> <回>。そうだね、そうそうそう、あのね、もう11といえばさ、三浦知良選手だったからさ、そうね、ああ<ー>、うん、そうね、そうまあ、サッカーをね、あの小学校の時もやってたっていうのもあるし、でも俺も本当にあの靴箱とか駐車場とかさ、なんか駐輪場とか、うんうん、もう選べんだったら、もうそこだね。 そこか1か7みたいなラッキー7とかねいうそんな感じ結構こだわり強いな俺も確かにねいいよねんかそういうまあ験担ぎじゃないけどそうそうあとね迷う暇がなくなるというか決めとくと銭湯とかすごい靴箱あるじゃん でさ、うん、どうにしようかなじゃなくて、もうまずそこピッと探そうけよ11。うんうん、でもあいつはそこだしっていう、なんか無駄な思考のステップを踏まなくていいっていう <laughs> のもあるからね。あるあるある。そっか。でも、なんかさ、ちょっとその続き、ちょっとだけ話しちゃってさ、うん、なんか結構そういうの、そういう感覚というかさ、感性みたいなのを俺結構大事にしててさ、うんあの、だから数字で言うと、なんかちょっとあの、 なんだろう苦しそうなよ44とかさなんか49とかさ、うん、4つく系ね、はい、99もあんまりあれでなんか苦しそうじゃんとか,なんかそこはねなるべく使わないようにしてんのよこう、うんうん、なんとなくねなんとなくで、ね、さあるね <laughs> まあそんな感じてない人の方が多いと思うけどんかそれだけでも なんかこうあ自分をさウェルビーングで言ってさ、小さいことの積み重ねじゃん。11に入れられるだけでさ、俺らハッピーじゃん。結構、おみたいな、十一いい入てるみたいなさ。確かに、ハッピー、ハッピー。ね、なんかそういったとこもあるんじゃないのかなと、ちょっと思いました。そっか。なんかね、あの今、うん、あの某、ボイスメディアの、お<う>ボイシーさん。 言っちゃったよ。っちゃって。<laughs> <laughs> 見てましたらね、まあ、今、サッカーの話じゃないんだけど、ハッシュタグ、趣味がつないだ縁っていうのが、今週のハッシュタグ企画にあってますね。なるほど。言っときますか。ちょっと行ってみようか。はいうん、いよくさ、これで続いてるよね。<laughs> <laughs> 別にね、あのね、テーマはね、 数とか増やそうとしてないから別に。まあ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 。まあ俺ら雑談で続くからね。でも雑談もさやっぱできない組み合わせとかもあるじゃん。まあね。まあまあう。っていうことですよ今日は。サッカーの話でもいいですけども。趣味がつないだ。ええ。共通の趣味なことが 縁でできた人間関係、友人やパートナーはもちろん仕事につながることも今すぐチェック。うん、って書いてます。なるほどね。ありますか佐野さんの趣味,趣,味が趣味がつないだ縁。趣味ね、もともとそんなに趣味なくて、昔は。うん。今はね、サーフィンとかやってるもんね。そう,そうそうそう。まあ、おなんか思い出す感じかなあの。ちっちゃい頃はさ、本当に。 スポーツも全般好きだったしさ、うん、あの本もよく読んでたし漫画も読んでたしいろいろあったんだけどさ、うん、やっぱお仕事始まったらもう趣味仕事みたいになっちゃったからさ趣味仕事派ねそう趣味仕事というか趣味やってるくらいだったら何、うん、だろうあのお仕事の 勉強したいみたいいみなさ俺だったら旅行のさいろんな国のなんかをちょっと調べるとか、うんうん、それこそなんかこう接客のさ、うん、ノウハウみたいなまああるじゃんなんかそういう方を、うん、みたいなと思ってたからああ、ね、あの20代はね趣味がつないだ縁はね、うん、まあし仕事って置けばあるけど、うんうん、あのね20代なかったねほうほうほう でも最近で言うと、まあねまあ、一つのサーフィンっていうのがあれば、うん、まあ上手いヘタは置いといてたけど、まあ、海沿いに住んでる、サーフィンをやってるっていうと、ちょっとさ、憧れの趣味、スポーツの一つではあるじゃん、なんかこサーフィンでさ。だからね、ちょっと実はやってみたかったんだよねとか、あのはい、はい、う方がね、結構現れるのよ。 でもなんか難しそうじゃん。うん、さ、サーフショップとかなんかちょっと入りづらいしさ。うんうん、っていう時によかったら教えてよみたいな、うん、あの声を久々にさ、連絡くれる方とかさ、がいて、そこからまあ、久々に会って、で、その友達を連れてきてとかっていうのはあるかな。うんうん、なんかその住んでるところに、まあ、ちょっとこう、適した特徴的な。 趣味に出会えたことによって、なるほど、うん、なんか、その、旧友とつながれたみたいなとこは、最近はあるかな。アッキーはどう、うん、釣りとか趣味がつないだ円か。うーん。あと趣味は、うん、まあ、釣りはね、もうずっとちっちゃい時からやってますけど、うんでもね、 釣り以外ななんかかあるかな僕も昔はスポーツとか、小学校とか中学校とかの時はやってたけど、うん、それ以外の趣味ってなんかあんのかな <laughs> 映画とかは好きだけどね。あ、そうだよ。映画は結構ね。そうまあ、でもし映画で何かご縁がつながるとかあんまなくて、あ<ー>それならまだ釣りの方が、あのー、 小5ぐらいから本気で釣りしてるんですけど、うん、本気で釣りしてるで、うん、もう20年ちょっとやねどう。それまでは、なんか、まあ、親とちょっとあの、うん、堤防に行くとかやってはい,はい,、はい。で、えっとね、中、まあ、高校、まああの、いわゆるバス釣りブームに乗っかって、高校ぐらいは結構もうずーっと毎週やってて、はは、うん、はいはいはい、はい、ルアーとかすごい流行ったもんな、ね、<う>ルアー釣りとかり。うん で,でもねあの関東に住むようになって、うん、車もないしし、うん、ばらくね釣りしてなかったんですけどでもあのしょ、まあ、それこそ湘南とか、まあ、職場が鎌倉とかなってちょっとなんか周りに、ね、釣りする人がい,いてじゃあ,まあちょっと久々にやるかってなって、うん、また始めたんだけどであのパタゴニアの時の。うん あの職場の人で、あのそのあのよく話してたあのおじさんなんですけどね、一緒に働いてた人で釣りする人で、一緒に行くかってなって、もうあの年齢も30歳ぐらい離れてるけど、釣り行くようになってからすごい仲良くなった。なるほどね、うん、釣り友から 仕事も一緒にしてたしそれ以外もあのずっと一緒にいるしみたいなそれは結構、ね、あの一個のきっかけとかになったなるほど、ね、まあそうだよね共通の好きなものとかさ、うんね、で語り合うとまあ距離は縮まるよね縮まる、うん、単純に時間を多く過ごすっていうのもあるけどさうんうん、まあ多分 あるツリーだと結構あるかも。そうだね。話すね長くやってるからね。ああ。それはあるね、ちょっとね。うん。俺、だからそういう、結構あの瞬間的な方が多いのよ。そのサーフィンもそうだけどさ、スポーツもさ、結構試合時間が決まってたりとかさ、するからか、うん、その試合中はウェイってなるけど、うん、じっくり話し合うみたいなのは。 でも逆に釣り以外ないかもねそういう趣味っていうので、うん、確かにね話ができ山登りとか、うんうん、意外とこう話しながらとか釣り、うん、も,もさ,さあまあ喋る人とは喋るんだけどさあまあそうん、だね人とはさあの喋りたくないわけじゃないよ <laughs> ああ<ー>お互いさあのなんか集中したりしててうん 釣り人のさこの感覚等感覚にさこう並んでるなんかねでもそれはそれは別によくて、うん、なんか同じまねあね陸でも船でも乗っててただなんかこう一緒に釣りするだけでもいいよわかるか言葉だけじゃない非言語コミュニケーションでコミュニケーションしてる感じ一応さそこのじゃ堤防でもさ同じ堤防にさ,同じ,防にさ同じ時間に来てさ魚釣りをしよう でそこでさこう海の中に糸を垂れてるだけでもさ、うん、なんかこうねそ海でつながってるというかさそう、ね、っていう感じはこうあるよねなんかこう喋らずともさ、うん、あるあるあるあとねご縁じゃないけど釣りの、まあ、いいとこいっぱいあるんですけど教えて教えてい言ってるかもしれないけどねあのどんな人でも 一匹釣れたらね圧倒的な笑顔になる。うん。うん。もう本当ね、あの、こわもてのおじさんでも、ああ、確かに。うわ <laughs> みたいなね。買い釣れたらね、本当なんかもう小学生みたいな笑顔になる。ああ、確かに確かに。これ、なかなかないなと思ってて。そうだね。あのヒットした時からやばいよね。やばい。もうね、<laughs> みたいなすごいあの写真の顔とか。<laughs> あ 子供みたいなからねおっさんがそうだよねもちろん子供もさね笑顔になるしなんかあのドキドキとさはいはいはいなんか多分いろいろあると思うのよ素晴らしいそれねほんと100パーだよね魚釣りうんなかなかないよねなんかサーフィンとかもさ楽しいけどさいやっぱり怖い人もいるからさまあそうね そうするとやっぱごわごわしたあのなんか一瞬のすごい笑顔ってなかなか、うんうんうん、あの珍しいなと思っててそうだねあのそういった要素はさもちろんあのサーフィンとかもあるんだけどさもちろんの乗れた時ってさそれこそうん、うん、わーって「うん、わーい!」みたいになるんだけどさでも100%って言われるとそうなのよ分からんかもちょっと乗れても怖いみたいなう子もいるしうんうんうん、うん そ,ういうそれはね、分かりやすいところで、面白いなまあそういうさ、なんかこう、裏表のない笑顔に出会うとさ、結構嬉しいよね、こっちも周りもさ。なんでもないけど、ね。接待ゴルフとかさ、接待サフィーもあると思うけど、うん、<laughs> <laughs> 接待フィッシングもあるわけよ。<laughs> なるほどねそうそうそう。接待フィッシングはでも自分は釣らなくていいからね。あまあね。いかにね。 あでもさ絶対釣りってむずくない釣れるかどうかってさ結構、まあ、技術とかあると思うけどさ、うんね、釣らせてあげないといけないわけじゃんそうなのでもね、まあ、自然相手だしさ結構難しいよねうん、うん、でもあのよくあの昔バスプロの人が言ってたのが例えば格闘技とかボクシングは10回やプロとねアマが10回やってうんうん、うん 10回プロが勝つんだけどまあそうだね釣りの場合は割と半々ぐらいで確かにもちろんあるスキルとか経験がある方うがもちろん釣れるんだけどやっぱり自然相手だし生き物相手だし運もあるからさそそかかビギナーズラックとか釣り多いよね結構多いの。 か意外にね、そのうん、初心者でも楽しめるっていうのが面白いね。確かにね。うん、まあしかも手軽だよね。まあ、変な話、うん、海、川があればっていう話だしさ。うん、そうそう。な、うんか本当理想はその波があれば、海、サーフィンに行って、うん、波がなければ、釣りに行くのがいいよね、うん。いいね。いいね、いいね、いいね。で、季節ねおじいさん、山とかさ。うん、<laughs> でさ。 でまあ、今のさちょっと話聞いてるさ結構あのやっぱ住むとこにも依存するねすごい。うん、するなんかねどうしてもうん、まあ、釣りって言ったってさ近くに川がなくいい、うん、国とかさまた難しいしさ、うん、まあサーフィンだってどうしても海沿いじゃないとなかなかね億劫になっちゃうから確かにうん、まあ、海まで3時間でも行ってる方とかもいるけどさ。うん まあどうしても身近にはならないしその遊びに来てくれる人とかさそういう人はいないからさ結構そこにも依存すんなと思うと結構東京にいると難しいね確かにね、まあ、特にこういう自然派な趣味はね逆にあれかも読書とかは東京の方がいいかもね、うん、あの古本屋とかもめっちゃあるしさ確かにあの文化とか歴史が根付いてるところ 東京って歩くと結構面白いのよね実は歴史がさ結構詰まってるから一、うん、回ね空襲で焼かれちゃったりもあるけどまあでもあるから結構電車とか乗らずに歩くとさ結構歴史好きとしてはね相当に面白い都市の一つなんだよね、うん、そう考えたら趣味、うん、すごいす、ね、ごいって広,広くて広く広,<い>広く分かんないどこからどこが趣味かも分かんないけど、うん そうだね、趣味がね、こうじって仕事になる人もいるし、ねちょっと好きですは趣味じゃないのかもしれないし、趣味ってどっからが俺はもうハマってれば趣味だと思ってて、<laughs> あ,<ー>あのサーフィンもさ、よく聞かれるのよ。 いつからがサーファーなんですかみたいな。釣りはきっとそうじゃないいつから釣り人なんですかと思うんだけど、俺はでもハマってるわと思ってて、うまい下手じゃなくて、こういう技術ができるとかじゃなくて、好きじゃまだだめってこといやもう俺好きでいいと思うんだよね。それこそさ、晴れててさ、ふとした時に、あちょっと海来きてえな、サーフィン来てえなと思ってたら、俺はもうサーファーだと思ってて。うん 休みの日にさあなんかちょっと今日釣りいてえなと思ってたらハマってるわけじゃんハマってるねそうしたらねもう釣り人だと思ってるしそうねうん趣味からこの特技に変わるかもしれないですねそう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 だねその辺言うとお俺旅とかそうかもしれないなあの、うん、まあもともとほん趣味よほら趣味というか 癖というかだったけど、まあ、結局、まあ、それを使って仕事してた、ね。確かにね、うん。一番いいね。そうねまあ、でも本質を言うと旅行会社の仕事のあれって旅じゃないからさ。旅は扱ってるけど、うん、厳密に言うとちょっとこうずれるんだけど。んかあれあ、まあ、そのま,だまだ出会ってない趣味は置いといて。うん、うんうん まあよくさ、時間とお金があったら何したいですかとか、はははいはいはい,はい、はい、割となんか、その趣味のものが入ってくる気がする。そうだね、そうだね。うん、なんか、あの、音楽系とかさ、うんあの、ピアノやりたい、ギターやりたいとか、あと文化系、はいはい、茶道とかさ、うんね、そういうのって絶対入ってくるよね、なんかあとスポーツか。今後やってみたい趣味。 俺ね今ね茶道はちょっと気になってるのよね。うお茶。うん、あのすごい硬くなくてなんかテーブル茶道みたいなのがあるらしくて、うん、もう本当にお客さん来た時にコーヒー紅茶出すようなイメージでちょっとこう,うん、うん、煎茶じゃなくて調べたらさすごい簡単なのよなんか本当におわんとさ抹茶とさうん、うん、あとあと,あとこの立てるやつ。ううん、うん があってもーってーやればいいいみたいでそうね、確かにーテーブルのやつもあるよね。そう,そうそうそう、そうそれは俺あの、コーヒー飲めないし、そう,そ,うそうかそうかそう,そ,うそう、そそううで、普段からほぼ水なのよ、飲むのってさ、炭酸もそんなに得意じゃないから、うん、そうなるとあんまりこう楽しめるのがなかったときにさ、なんかいいなと思って、コーヒーが苦手なのにコーヒーやろうと思わないし。うん <laughs> お茶はいいいんじゃないそうそうそう俺ハマりそうな要素結構あってさ歴史もあるしお茶碗とかのさ陶器みたいなのもあれやばいじゃんそれはあのジャパニーズティーの方ジャパニーズティーの方中国茶もねちょっとね気になったんだけどなんか釜みたいなさグツグツやってさみたいなさかっこいいなと思ったんだけど、うんまあ、さテーブル茶道の方が開くかなと思って確かに、うん、ちょっとね気になった るののであいいね。そうっていう話したらさそのバイトで行ってる同僚の人がさやってるらしくてさこの間の資料もらったからあとはそのセット買ったらできる感じなんでねそれくそあの佐野源吾さん行ってくれたの京都の国のそうだよあのあのお月さんはねよくお正月とかに本当テーブルでやってくれるよ。マジでそうだよそう。 でさ、そういうのマスターしたらさ、京都とか行くの超楽しそうだもんね。ねえ、ね。あ、鎌倉でも全然、うん、あれだけどさ、日本各地お茶あるしさ、うん、なんかすごいいいなと思って。いいね。うん。あれまあそれこそね、そこからテーブルから入って本気のさ、あ,あ,あそう,そう,そう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 。みたい何度かああ、そうそう。あ結構ねあの経営者の人とかお茶やってる人多いもんね。ああ、本当に。うん、そうそうそう。 いや、はまり要素はね、めちゃくちゃあるから、ちょっと危険なんだけどね。器とかもさ、はまり始めたらやばそうじゃんね。だって、あれさ、僕も何回か行ったことあるけど、あの。もう一回使ったらさ、次、一年後とかあるじゃないか。季節によって変わるから。えと思ってさ。そうだよ。ねもはや、まあ、美、美だね。そうだね。もう一つの空間の美、物の美。うん。 なんかね精神のびってなんか日本人っぽいよねうん、うんうん、俺結構ああいうピリッとした感じ好きだからさパリッとした感じもさあ足の使命さえ、まあ、なんか解消できたらいけいあそうだねそうそうそう,そう <laughs> なんか最初はさ本当にさまあ触れるってところからで、ね、<ー>テーブル作動いいかなってすごいね思っとるわけですよ <laughs> いいじゃんそれなんか逆や のやつであればあ、そうそうそう。ギャップや公式ドリンクで。鎌倉にあるよね、茶ばっかさんだっけ。なんかね、そうそうそう、あるらしくてさ、ちょっと行ってみようかなと思ってんだけど。アキド、今後。僕、なんかあるかな。まあ制限なくね、あの時間、お金さ。うん、まあ、それはあの旅はやりたいうんけど、それこそサーフィンはやりたい。うん。やろうよ、本当にね。うん。もうずっと言ってる。うん。いやそそれこ あの湘南なんかさ秋冬が気持ちいいからさとかも思うしああとね僕何回かチャレンジはしてますけど音楽音楽、おギターも23回チャレンジして断念してウクレレも1曲ぐらい弾けるようになったんだけど急にあのギターがパチンと壊れるウクレレがね、あってちょっとそれ1個やってないんですけど。 でもなんかやっぱ音音楽があるっていうのはすごい素敵だなと思って。いやわかるわ。なんか、まあ、ギターでもウクレレでも、うん、あと興味あるのは三振か沖縄のね。あ三振やばいね。三振かウクレレぐらいなんか弾けるような方がいいなとあ<ー>あの思ってる。いやいいねいいねいいね。いいねいいねなんかあのよくさパトゴニアのカルチャーでも、うん、あの山とか行くじゃんあの過酷な。でもあの まあ実際持っていくかわかんない結構ねちっちゃいギターとか持っていくのよあの人たちへえ<ー>でそれもちゃんと楽しむっていう荷物も重いくせに安やすてきすてきだからあのシャツ着て行ったりするしなんかそういうそのすごい過酷なアクティビティなんだけど、うん、楽しむ要素みたいなのを常に持っててあ素あすばらしいんかそういう、まあ、そういうのもあるし、まあ、純粋にやっぱなんか音楽 聞くのもいいけど自分がなんかそれ弾けたらいいなっていうん、うん。いいねいいねいや素晴らしいなんかその過酷な山に行くけど、まあ、そのおしゃれとか娯楽を持っていくっていう話だと旅行もさうん、うん、旅もさまあまあこう手配の仕事してるとさ結構聞かれるのは持ち物どうしたらいいですかみたいなうん、うん、おすすめの持ってったらいい持ち物ありますかってすごい聞かれるんだけど。うんうんうん 俺毎回そういう話してたのかな自分が好きなものとか自分を表現できるものを持ってってくださいって日用品とかはもう極力減らしていいから<ー>現地に宇宙人が住んでるわけじゃないから同じ人間が住んでるから、まあ、シャンプーもあるし困った洋服もあるけど、うん、自分が好きなじゃあそのギターとか本とかファッション好きだったら靴とかね ブーツとかさはい、はい、重いよブーツなんかさ革のブーツとか、うん、重いし邪魔なんだけどでもそれを履いてじゃパリのシャンゼリゼ通りを歩くのと、うん、普通のスニーカーで歩くの、うん、どっちがいかって言う,うとお上がるじゃん結構さ上、うん、がるそう俺それをすごい言ってたのを、あのー、思い出した素晴らしい、うん、ね そうそう俺があの一緒行った時にギター持ってってさあの、うん、まあ邪魔だし <laughs> まあまあ重いさあの、うん、<laughs> だけど、まあ、それでいいことってすごいあったからさコミュニケーションのきっかけにもなるし旅してる感も出るしさあ<ー>、うん、かそれをすごくう、ねうん、推奨してたかないいねうん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 よいよいよいそっか,かこれまで つないだ縁もあるしこれからねまだまだ人生長いのでいや本当にに当に、まに、あ、いろんな世界があるからね本当に、うん、あに国っていう世界じゃなくてさ業種みたいなのを言うとさう、ね、それをこう見ていくには趣味っていうのはいいよねなんかこうプロとしてやるんじゃなくて趣味としてちょっとやってみるトライしてみるっていうのはさ、うんうんうん そうね世界も広がるし、うん、そのつながりもね。いや本当にやっぱりちょっと体験してみないとさあの好きか嫌いかもわからないしさやってみて嫌いっていうのは俺全然いいと思ってていやちょっと合わないとかはもちろんそれはそれでいいと思うんだけどそういう経験とか体験をね今後は増やしていきたいよね。なんかい,きたいし、うん、そううう世界はやっぱりこう、うん まさしく逆イヤーいやそうそうそうっていう言い訳を使ってる、ね。<laughs> <laughs> いや大切よ。そそう,そう,そうだからいいよくあのねリベ,リベラルアーツっていうのがアメリカの大学とかねあってその日本はさ専攻を決めてもう入学して法学部と経済学部で入るんだけどアメリカとかだとそれをまだ決めずに入学して、うん、最初の12年はさもういろんな。 がが取れるるとかいいろんな体験ができるみたいのあって、うん、34年からあのメジャー選考、うん、副選考とか決めていくっていうのがあるんだけどそれすごくいいなと思ってて、うん、んかそんな感じにも近いかな趣味っていうあれではないけどうん、うん、人生リベラルアーツみたいな感じは結構豊かにするのかなって思って。 もうその、まあ、趣味というか好きなことでしか振っていけなくもなってくるし、ねうんうん、よくねまあ言われるところではあるけどさそっちのがねやっぱなんかエネルギーも高くなるしねあ間違いないよね、うん、だから俺最初はさ、まあ、趣味って言われてもあれなんだけどさ、うん、そのアメリカの大学の話じゃないけどさあの主専攻副専攻っていうのが結構決められてさうと。 服でさ、例えば主専攻なんだ法学部でで副専攻って結構アーティスティックなさ、写真とかさ、うん、絵とかをこう選べたりするのねんかその感覚をこうあの大人になってもさ例えば主専攻なんだろう、うん、IT 業界とか、うん、じゃあプログラマーとかさ副専攻あのギタリストみたいなやつでさはい、はい、あなんかそういう感覚 うんうん、から、二つ目くらいからさ、サブくらいからこう始めてみると、そうするとギターやってたらさ、うんうん、ウクレレやりたくなっちゃった、うんね、ウクレレやってたらハワイ行ってサーやりたくなっちゃったとかさ、うんうん、<laughs> あるかもしれんから、かまずはこのなんか、副専攻みたいなイメージもとてもいいと思ってるんだよね。はあ、はあ、なるほどね。うそ,うそうそうそう。うん、面白い、確かに。ちょっと趣味から広がりましたが。趣味。 増やしていこう、うん、じゃあね、そうすかうん、なんかねチャレンジするかさううう、ん、そうそう多趣味なのはさやっぱチャレンジ精神もこうなんだろう活発にされるしさ好奇心もね旺盛になるからうん、うん、まあいいことよね結構まあね純粋になこう楽しみができるのはいいよね、うん、い日々のほんとにそれでさやっぱあのー、なんだろうサーフィンやり始めるとさ海沿いに行くと楽しみになるしさ 釣りもそうだと思うだよ。釣りやり始めるとさ、どっかの川行くとワクワクすると思うし、なんかそういうのはあるよね。お茶やり始めたらきっと京都行くの楽しみだろうし、それは素敵だよね。それこそ砂漠とかニュージーランド釣りしたりとかもあるから、そういうちょっと先のね、目標というか。そう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 。それはすごくいいよね。そうか。そうね。世界を広げるきっかけに、 趣味いかがでしょうかいややっぱ趣味大切だまあるなしがいいわけじゃなくてね。その考え方というか、何かに没頭するとかさ。そうだね。うん。なんか、いい話でした。いい話いいよね、本当に。仕事も大事だし、趣味も大事だし、お休みも大事だし。そうね、バランスね。結局はね。別にその、ね 仕事がもう趣味みたいにね、さっき言ったような、ん、もちろんハッピーなら全然いいし。うん、でもなんか、ぼーっとするのもね、趣味とは言わないけど大切かもしれない。大事だよ。なんかぼーっとしてるとき一番頭活性化してるみたいなのもなんかあるよね、うん、なんかねこう、ぼーっとしてるようで頭をこうフル回転で処理してるとかね、うん。そうか、じゃあ、ぼーっとしてるのが趣味ですって言えばいいのか。うん、あーぼーぼーのあ、あ<の>趣味かって言われるか、言われた。 <laughs> じゃあいいよっ,って。趣味ならいいよっ,って。<laughs> <laughs> まあまあこ、そうまあ、こんなもんかなこれ以上話すとまた長くなっちゃうから。はい。失礼しました。えー、じゃあ今日は、趣味がつないだ、縁、えー、縁。ということで、えー、お話しさせていただきました。うん、はい、はいあの。季節もね、今いいので、うん、外に行ったり、本読むのもいいし、ご飯食べるのもいいし、うん、趣味に何かね、 勤しんでもらえたらいいんじゃないでしょうか、うんね、今日もいい天気ですはい、うん、ではこんな感じで今日は終わりたいと思いますはいありがとうございましたはい。ありがとうございましたはい。